はい、こんにちは、116インズです。今回はテキサスレンジャーズに関するお話です。昨年新球場がオープンしたレンジャーズでしたが、コロナ禍に見舞われて観客を入れて試合が行えなかったり、また新球場オープンに合わせて補強もいろいろ行いましたが、それらもあまりうまくはいかず、終わってみれば MLB ワースト2位に沈む散々な1年でした。今年からやや再建に舵を切りまして、長年チームのショートを務めたアンドラスをアスレチックスにトレードし、セカンドのルーグネット・オダーもヤンキースへトレード。若手主体のチームに切り替えたところ、現地時間5月8日の時点で17勝18敗と負け越してはいますが、善戦はしています。打線の状態が思いのほか良く、得点 OPS ともにリーグの真ん中ぐらいに位置づけていますし、また結構足も使えているのがいいですね。今季個人的にブレイクを期待していたニック・ソラック、レイズから獲得してきたネイト・ロー、昨年サードでゴールドグラブに輝いたアイゼア・カイナー・ファレファなど成績は悪くないですし、これからどうなるかはもちろん分かりませんが、とりあえずは昨年ほどにチームの状態は悪くなさそうですね。でそんなチームで今一番ホームランを放っているのがちょっと意外な選手で、こちらのアドリス・ガルシアで8本となっています。レンジャーズといえば長距離砲のジョイ・ギャローがいますので、彼がチームで最もホームランを打っているかと思いきや違うんですよね。しかもガルシアは開幕からメジャーにいたわけではなく、おまけに40人枠にすら入っていなかった選手で、40人枠への登録、それから MLB に昇格してきたのが4月13日、ファーストのロナルド・グズマンの故障に伴っての昇格でした。ただ上がってきてからのガルシアはとにかく打っていまして、25試合で8本、もっと言えば 13.1 打席に1本と非常にハイペースでホームランを量産していますし、4月19日から25日までの6試合では4本を放つという固め打ちも見せていまして、この週の週間 MVP にも輝いています。レンジャーズは今季センターのレギュラーは守備のいいレオディ・タベラスで開幕しましたが、打撃面でかなり苦しんでいたこと、さらにはレフトのウィリー・カルフーン復帰後もガルシアに安定した出場機会を与えるため4月末にマイナーへ降格となっていますので、ガルシアは開幕メジャー入りこそ果たせませんでしたが、バッティングでセンターのレギュラーの座を奪い取ることができました。レンジャーズの打線の中でも 1-2 を争うサプライズプレイヤーなんじゃないでしょうかね。でこのガルシアなんですが、本名はホセ・アドリス・ガルシアというんですが、プロ野球に詳しい方だったらもしかしたらこの名前にピンとくるかもしれません。そう、ガルシアはキューバ出身の選手で、キューバの国内リーグでも活躍していたんですが、2016年4月に巨人と一時期契約していたんですよね。で同じ年の6月に1軍昇格も果たしていますが、この時は7打数ノーヒットと終わった後に再び2軍に落ちると、8月に契約解除になるという異例のスピードで退団しています。このあまりにも早すぎる対談には、ガルシアが日本の生活に馴染めなかったなどいろいろ噂されているところでありますが、あまりに日本でプレーしていた期間が短いので、熱心な巨人ファンの方くらいしかもしかしたら覚えていないかもしれませんね。ガルシアは巨人との契約が解除となった後キューバへ帰国することになったんですが、その途中のフランスで行方をくらませ MLB 移籍を目指し亡命を試みます。キューバ人の選手が国際大会の途中などキューバ国外にいるうちに失踪して亡命することはしばしば起こりますので、ガルシアの事例もさほど珍しいことではないですが、もしかしたら巨人との契約の時点でそういったことまで考えていたのではないかと思うぐらい、うまい流れでガルシアは MLB へと挑戦します。ガルシアはその後2017年の2月にカージナルスとマイナー契約を結び MLB への道が開きます。評価としては打席でのアプローチやスイングに荒削りな部分が多いものの、肩の強さやセンターも守れる守備など身体能力の高さを買われていたみたいですね。2017年に AA と AAA でそれなりの成績を残すと、2018年は AAA で112試合に出場し、打率2割5分6厘 OPS 7割8分1厘22本のホームランを放ち、8月に念願の MLB 初昇格。ただ MLB の壁に見事にぶち当たりまして、21試合でヒットはわずか2本に終わると、翌2019年も AAA で前年を上回る32本のホームランは放ちましたが、それ以外の面では大きな成長をアピールできず、この年はメジャーに上がれないまま終わると、シーズンオフにチームがキム・ガンヒョンと契約した際に DFA となり、その後レンジャーズへと金銭トレードされました。打者に有利な AAA パシフィックコーストリーグで目立つほどの成績を残せず、さらには人数が過剰気味だったカージナルスの外野事情が DFA につながった感じはしますね。でレンジャーズに移籍したガルシアですが、代替地でのキャンプで結構アピールはしていたようなんですけれども、3試合に出場したのみで再びの DFA、 MLB での実績が皆無に近く、年齢も2021年で28歳と若くはないことから、獲得するチームは現れず、レンジャーズのマイナーで今季はスタートしていました。そんな選手が今こうしてブレイクしているわけですが、一体何が変わったんでしょう。まずこれまでのガルシアの課題を見ていきましょう。
ガルシアの課題として大きくこのあたりがあったようでして、まず一つ目は引っ張り重視の打撃スタイル。マイナー時代を含めてガルシアは打球の約半分程度が引っ張り方向、彼は右打者ですのでレフト方向に飛んでいたようですね。それだけなら悪いとまでは言えないんですが、2つ目 MLB レベルの速球に対応できていなかったという部分も絡むと話は別です。少ない MLB での出場機会においてガルシアは速球にタイミングを合わせることができず、強い打球を打てていませんでした。強い打球が打てず、かつ打球傾向がはっきりしていると、今の時代ですとシフトにはまって打率も当然ながら上がりませんので、なかなか厳しいのではないかと思います。そして3つ目はアグレッシブすぎるアプローチ。打席全体に占めるフォアボールの割合は 5% を切り、さらには AAA、MLB と上がるごとに低下していったため、選球眼があまり良くはなく、かといって三振が少ないというわけでもないので、カージナルスとの契約時から言われていたことではありますが、アプローチの課題は残ったままのようでした。打率が伴うのであればアグレッシブなアプローチは強みになりうるのですが、ガルシアの場合はそうではないため、むしろ自らアウトになりにいっているような状態だったのではないでしょうか。ただガルシアもおそらくこういった課題は理解していて、昨年のオフにバッティングのインストラクターとともにスイングの改良に取り組んだそうです。これまでよりもよりシンプルに少し足を上げて打つフォームに今年から変えていまして、またアプローチについてもそのインストラクターの指導のもと、これまでよりも逆方向を意識したバッティングにも挑戦。フォームの改良、逆方向への意識でわずかに長くボールを見る余裕が生まれたおかげか、今年のガルシアは今のところフィールド全体を使ったバッティングができています。こちらはガルシアの打球がどこに飛んだかを示した図で、左がカージナルス時代の2018年、右が今年のものとなります。色がついたものがヒット、灰色が凡打ですが、2018年はそもそもヒットが少ないという問題はありますが、凡打の方向からして引っ張りの意識が見て取れますよね。対して右側、今年は逆方向にも結構飛んでいますし、ホームランもライト方向に2本記録。打球傾向を数字で見てもこれまで半分ぐらいが引っ張りだったものが、今年は引っ張った打球が4割に届かないぐらいで、その分センターや逆方向の打球がやはり増えています。フォームの変化、意識の変化は確実に現れていると考えてもいいんじゃないかと思いました。また苦手としていた速球に対する対応も改善が見られます。これまでの短い MLB でのキャリアでガルシアは1本も速球系のボールからヒットを打っていませんでしたが、今年はすでにホームランを4本放ち、 WOBA も4割3分9厘と立派な数字を残しています。ここにもおそらくフォームの変更の成果が出ていると思われまして、シンプルなフォームにしたことで速球に振り遅れにくくなったのではないかと考えられます。ついでにアグレッシブなアプローチについては依然として残っていますが、選球眼にも少しだけ改善が見られまして、マイナー通算では 4.8% だったフォアボール率が、今年は MLB で 5.7% と誤差レベルと言われたらそれまでですが、こちらも一応改善はしています。これもよりボールを長く見るという余裕が生まれたおかげで、ボールを選ぶという点にも少しだけとはいえ変化が生まれたのかなと個人的には思いましたね。そして速球系のボールを攻略し始めたガルシアはかなり強い打球を量産していまして、特に注目したいのがこの2つの指標。まず1つ目バレル率ですが、これは打球初速が98マイル以上で、角度が26度から30度の打球の割合、角度の範囲は打球初速が上がれば上がるほど広がるんですが、そのような打球の割合を示した指標ですが、バレルの打球はヒットの確率、もっと言えば長打となる確率がかなり高いので、ホームランを稼ぐ上では重要な指標となっています。でガルシアはこのバレル率が今季 18.5%、 今までのキャリアで1本もバレルの打球がなかった選手ですが、今季急にコツをつかみ始めまして、 18.5% は100打席以上経った選手の中では MLB 8位です。だいたいアクーニャやジャッジ、スタントンとあまり変わらないぐらいの割合ですので、これでその凄さが伝わるかなと思います。25試合ですでに8本打っていることは冒頭でご紹介していますが、その裏付けはまさにこのバレル率の高さでしょうね。またバレルが多いのである意味当然かもしれませんが、指標の2つ目打球初速95マイル以上のハードヒットの割合もガルシアは非常に高く 53.8%、 MLB 17位、時に逆方向も使いながら強い打球を打ち分け、さらには角度をつけてホームランも打つ。オフのスイング改良は今のところ彼にとって全てがプラスの方向に働いているようですね。ただ課題がないわけではありません。アプローチの荒さはまだまだありまして、三振率 31.4%、 空振り率 32.3% はいずれも MLB の平均を下回るものですので、バットに当たればヒット性の打球を生み出せるようにはなってきたものの、当たらないことがまだまだ多いため、そのせいで打率も2割7分台にとどまっているという部分もおそらくあるでしょう。またボール球も結構追いかけています。33.3%、 選球眼はわずかに改善したと思われますが、やはりわずかではあるんでしょうね。
そして最後、速球系を攻略し始めたとお伝えしましたが、球速が上がってくるとややボロが出始めるようでして、特に課題なのが95マイル以上への対応ですね。速球系から今季4本ホームランを放っていますが、いずれも90マイル前半のボールですし、95マイル以上の速球系に対しては WOBA1 割9分7厘と全く結果が出ていません。 MLB 全体では95マイル以上の速球に対しては WOBA3 割2厘と考えますと、その差は大きいです。最近どのチームも勝ちパターンは当たり前のように90マイル後半は投げる選手が多いですので、本当の意味での主力選手になるには試合終盤ここぞという時にこの速いボールもある程度攻略できるようにはしておきたいので、これはアプローチとともにこれからも課題として残りそうですね。ただガルシアが今見せている打撃は今後の活躍も期待したくなるような内容ですし、ここからスラッガーへの道を歩み出してもおかしくない内容だとは思いますので、2回 DFA された身ですが、レンジャーズのそれこそ再建の柱のような存在までなってくると面白いかもしれませんね。在籍した期間はわずかではありましたが、元巨人の選手ということで日本との縁もある選手ですので、良ければ今後注目してみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。